ちょっとタバコ買ってくるって言って出かけて、タバコじゃないもの買ってきちゃいました。これ欲しかったんですよね。動画などでよく見かける油圧プレス、とうとう導入しちゃいます。新品なのにがっちりと傷が入っていました。どうせ傷つくので気にしません。アストロプロダクツ製12トン油圧プレス、定価26,500円だったのですが、5月は旦那の誕生日だったので3割引きで購入できましたよ。内容物の確認、早速組み立て始めます。ボルトナットだけで組み立てられる簡単なものでした。ここで奥様に気づかれましたが、タバコ買いに来てた。タバコってことで押し通しました。出るよって言ってたじゃん。え、知らないよ、聞いてないよ。あ、そう、うん、買っちゃったもの勝ちです。前に言ってたよ、出るよ。え、タバコ買いに行くよって。タバコ買いに行ってないけど出るよって言ってたから。え、知らない。そう、普段マルボロを吸っているので同じ色だからごまかせるかなって。もちろんこの後めっちゃ怒られました。その部分の動画は非公開です。紆余曲折ありながら導入した油圧プレス、作業の幅が広がりそうで楽しみですね。アストロプロダクツの名前が個人的には好きですよ。これで12トンも力をかけられるんですね。やりすぎ注意だなー。当たり前なのですが、シャコシャコやったらプレスが動きます。最初のプレスの生贄は、固着しているGクランクのピストンシリンダーを分離してみましょう。どうやっても分離できなかったのでゴミ扱いだったので、プレスを試すにはちょうどいいですね。無茶したのでピストンが割れてコンロットが見えています。果たしてプレスで外せるのでしょうか。誤算だったのは置き方が難しい。プレスって思ったよりも動きに余裕がないんですね。ようやくこれでプレスできそうです。長さが足りなさそうなので補助的にソケットのコマを入れます。今までかなり苦労してきたのですが、さすが12トンプレスです。これくらいの固着だったら簡単に押し出せました。たあ、放置され雨がシリンダー内に入り固着していたのですが、見事にピストンを押し出すことができましたよ。シリンダー内はサビだらけで、とても再利用できそうもありません。わかっていたのですが確認できたのが嬉しい。これは楽しい工具を買っちゃいましたよ。出てきたピストンも、シリンダー同様にひどい状態です。発動機マニアの人は、こんなピストンも割らずにうまく再利用されているのかな？新しい世界に足を踏み込みそうで怖いっぷ。やりませんけどね。取り出したGクランク、旦那の実験台となっていただきましょう。まずは割っちゃったピストンの撤去。ピストンピンは錆びていませんでしたよ。ピストンと一体化しているように見えるピストンリング、本当に一体化していてピクリとも動きません。ジェネレーター側にサビが見られますが、このクランクは再利用できそうですね。用途は実験台なのでクランクとして再利用しませんが、十分に楽しめそうです。
クランクのブレを測定してみます。クラッチ側 0.01 ミリくらい、ジェネレーター側 0.03 ミリくらいなので、ブレは半分の数値となります。予想以上に優秀なクランクではありますが、旦那の実験台になっていただきます。おしまい。次回予告。最後までご視聴いただきありがとうございました。クランクの芯出しに挑戦してみます。詳しいことはわかりませんが、やってみたかった。よろしければ高評価とチャンネル登録お願いいたします。どうなるのかな。